はい。ゆったりのです。よろしくお願いいたします。本日は、まあ SN、SNS で話題になっている話を持っていきたいと思います。まあ、相変わらず出るわ出るわでどんどん出てくるバカッターと言われる人たちですね。まあ、どうしようもない人たちばっかりでございます。何しょう。くら寿司ありました。ビッグエコーありました。あと、今度出てきたのが大手グループですよ。セブンイレブン。 ここも出てきましたね。ガストも出てきました。ファミリーマートも出てきました。まあ、ここまで来るともうバイトがいるところならどこでも出てくるんじゃないかと思うぐらい、もうバカッターと言われる人たちが出てきております。もうなんでしょうね。その場のノリで作ってネットに上げてるんでしょう。おそらく身内だけで終わると思っているんでしょうが、実際のところは広がってるわけですよ。 で、しかも、特定までされているっていうオチですからね、本当にもう信じられないですね。もう少しは学ばないんでしょうか私としてはもうビクという言葉しかございません。さて、こんなところなんですけど、企業側も動きがありました。くら寿司が、もちろん賠償責任を問わせるそうです。もうこれまで来るともうほぼサイズバザタまでなるそうですよ。さて、どのくらいの話になってくるかって話なんですが、もちろん企業側からしてみれば、 あ、その、切り身を捨てたっていう時点で、それも問題が生じているわけですが、それだけではないわけでございます。結局は、それによってお客が来なくなってきてるわけですから、被害が広がる。その店だけならばいいんですが、くら寿司っていう看板を背負って、同じ店が何店舗もあるわけですから、行かなくなるっていうから,から想像ができるわけでございます。 そこからもお金の計算ができるわけでございます。さて、本当にすごい金額になりそうな気がするわけでございますが、これ一体誰が払うのかって話になりますが、もちろん、本人。 にはなってくるとは思いますが親御さんにも影響が出てくるのかもしれませんまあおそらくネット上で特定されているわけですから親御さんもそれなりに苦労をされているとは思われますさてさてこれでまた絡んでくるのが株価とかも絡んでくるとまた激しいな話になります上場企業ってなるとやはりもちろんこういうことが起こって被害が受けているわけですから企業側がしてみれば株主からしてみれば 株価下がるんじゃねえかと思って下がるわけでございます。当然株価が下がるわけですから、これも被害額といえば被害額として乗っかってくる可能性が出てきます。そうなると関係会社がいろいろ広がってまいります。もちろん個人投資家とかも絡んではくるわけですが、それだけではない可能性が出てきます。 くだらないことやってる場合じゃございませんよ。もちろん、やることも問題があるわけですよ。それを、やった後に、それをさらに広げるってことがまたさらに問題が生じております。おそらく、身内だけで広がると思ってるとかもしれませんが、そんなわけございません。ネットに一度上げれば、面白いほど広がります。ネットタトゥーって言われるぐらいですから、止まることはできませんよ。おそらく、動画を投稿した人が消せば何度かなるわけがないじゃないですか。 面白いこと広がります。くれぐれもお気をつけください。本日は最近出てきたバカッターについてのお話でした。ありがとうございました。それではまた。